久保さん町内会、久保さん,保さん町内会、お疲れ様です。いや、僕、町内会のその質問を聞いて思ったのが、やっぱ変わらないなと思いますね。まあ、そのネットビジネスのお問い合わせと、まあ、ちょっと、そのテクニカル的な部分が、質問のテクニカル的な部分が変わってる、表面上が変わってるだけで、なんか本質変わってないなっていうのがあって、うーん、多分ね、久保さんは、うーん、 わかんないですよ。今の、今回の町内会で皆さんに言った言葉を言えた理由って、おそらくいろんな人の悩みを今までこう聞いて、それに対してずっとアンサーし続けてきたから、今日の言葉があるんじゃないかなと思います。昔の麻雀しか知らなかった状態で、今日の言葉が言えたのかっていうと、まあそもそも町内会の会長にもなってなかっただろうし、 まあそもそもお金がなか、ないから一軒家買ってないだろうし、あれなんですけど、なんか、今回の久保さんのアンサーに関しては、なんか今までの積み上げが、の言葉かなと思いますね。うん、なんか聞いてて、あ、一般の人もやっぱそう、やっぱ、まそういう考えなんだよなっていうのが、僕もその町内科なんか行かないし、そのわかんないんで、ああ、やっぱ一緒一緒やな、みたいな。 <laughs> なるほどね、みたいな。うん。だからまあ、いきなりちょっとまとめると、うんやっぱその自分の人生こう生きていく中で、やっぱ結局そのうん、何を残せるかっていうのは結構大事だと思うんですよね。まあ、残す残さないはその,その人の自由ですけど、 まあ生、生物的に言うとですよ。生物的に言うと、単純に子孫を残していくだけの流れじゃないですか。すべての生物って、その自分の生存を、DNA をこう残していくっていうこの歴史じゃないですか。だからまあ、それがまあ、本質というかまあ、流れというか。で、人間の場合は DNA 以外のものも残せると思うんですよね。で、それが何かっていうと、意思だったり考え方だったりとか、なんか、 その動物ではできない昆虫とか動物にはできないことが人間には残せると思うんですよでその人間にしかできないことをやってきたのかやってきてないのかっていうところがまあ人間として生まれた価値があるかないかっていうところなんじゃないかなと思いますね何な何か残したのかっていうだから多分うんその町内会でそういうふうに言う人たちっていうのはなんか何も自分の あれを残してなない人たちなのかなってまあ何もって言ったら語弊があるかもしれないですけどうんまあねなんかそう思いますねうん多分多分ですよその意見言った人が久保さんみたいにいろんな人の悩み相談をアンサーしてるっていうことをやっていたら多分その意見は言わないと思うんですよねおそらくおそらく言わないんじゃないかなと思うんですよね まあちょっと言葉き汚くて申し訳ないですけど、うん、なんか、幼稚園レベルかなっていう <laughs>。でも、それがまあ実、実際、実像なんでしょうね。だから、なんか、改めて、その、久保さんの町内会のそのやりとりを聞いて、よかったなと思いますね。なんか、勉強して、なんか、あの、ビジネスがやっぱ、ビジネスを通して、なんだろうな。 自分が成長できたっていう。多分、自分でビジネスやってなかったら、多分僕もそういう意見言う側だったと思います。間違いなく。だから、自分でビジネスするってことは、めっちゃいろいろ考えないとできないんで。うん。だから、ハッとさせられましたね、その意見は。一般の人のその意見は。うん。なんか、ビジネスが自由にしてくれたっていう、久保さんの即可塾名言ありますけど、まあ、ビジネスが、 自分を成長させてくれたっていうなんかあるなって感じますねうん,なんほとんどの人はビジネスですやってないですからねうんはいということでいってらっしゃい